10月12日祝日、北勢線の魅力を探る会が、水の恵みに先人たちの偉業を慕うをテーマに、ふるさと稲毛市の語り部の会の皆さんとともに、三岐鉄道北勢線の大田駅からおよそ10キロの散策イベントを開催しました。この日は天候に恵まれ、県内外から関係者の予想を上回るおよそ150人の参加がありました。大田駅を出発した皆さんがまず向かったのは慈光寺。こちらでは佐藤則夫住職からお寺の由来を聞いた後、本堂の横にある大正図書館で伊勢の国に関する歴史や地理などが詳しく記載されたこの図書館所蔵の伊勢集雑記を見学しました。また農業用水として作られた小津万歩の前では皆さん興味津々な様子で足を止めたほか、善良寺も見学。ここでは住職からこのお寺を維持するための苦労話などがあり、参加者の皆さんは真剣な表情で耳を傾けていました。中には歴史を学ぶことが趣味という稲毛町の伊藤義久さん85歳の姿も見られ、元気よく次の場所へ向かっていきました。そして1770年頃、庄屋の富永太郎左衛門が水不足に困り果てていた農民を救うため自ら掘削を行い、1775年に完成した片肥満房を見学しました。語り部さんから機械を一切使わず作られたことや今でも現役として使われていることが説明されると、皆さん大変驚いていました。参加者の一人は、このイベントは地域の歴史を語り部さんから学びながらのんびりと自分のペースで歩けるところが良いですと感想を話していました。年に2回このイベントを実施している北勢線の魅力を探る会では、これまでの第3回から第11回までで歩いた散策コースの地図を稲毛市をはじめ桑名市や東院町の公民館や駅などに全部配置しました。ぜひこの地図を参考に個人でも地域の散策を楽しんでいただければ嬉しいですと話していました。